鷹の羽は、猛金類である鷹の羽のことで、数弓に用いられる矢のや羽の材料である。または、それを図案化した、日本の家紋、鷹の羽紋の一種である。以下は、家紋の鷹の羽紋について述べる。鷹の羽紋の霊鷹の羽紋は、有毛な様子から武士などから勝負的に用いられる、鷹紋と同様に、勝負的な意味で用いたものである。鷹の羽門の質は、 蒙古襲来絵言葉に登場する菊池武志望の軍記に描かれた並び高の羽である。菊池経図では菊池隆氏家の頃1156年から1159年の間に用いたことが記されている。また、夢で高の羽の幕門を阿蘇神社から歌詞されたと北越戦士に記されているという。世間に広く使用されている家門として10代家門に数えられている。 江戸時代には、安倍氏や秋朝野氏、下草関や独世氏などの大名や旗本など、約120屋が高の羽門を用いた。阿蘇神社が、違い高の羽を神門として起用している影響により、南九州に多く分布している。また、武士が多く用いた門であることから、かつて武家政権があった土地に多いのも特徴である。デザインは2枚を交差させた、違い高の羽根や2枚並べた、 並び高の羽などが見られるほか、豊富な種類があり、高の羽門だけで60種以上のデザインがある。一例として、赤穂事件の発端となった人物である、赤穂藩主、浅野長則を出した浅野家の門が、丸に違い高の羽である。阿蘇神社を保護していた菊池氏は、並び高の羽を用いた。ありがとうございます。